多分これは人生のターニングポイントになる。今まで通りレールの上を進み続けるか、それともレールから飛び出して新しい幸せを選ぶか。この前言ってた運命の相手。うん。ちょっと早くない？その人と一生一緒にいたいって思うの？それはない。え、どういうこと？そんな運命の人いる？最初から分かってるから、限りある幸せだって。え、私の未来は決められてるんだもん。なんでそう思うの？だってずっとそうやって育ってきたから。一枚引いてみて。じゃあこれ。はい。あなたは今、運命的な出来事に直面してるみたいやね。多分これは人生のターニングポイントになる。今まで通りレールの上を進み続けるか、それともレールから飛び出して新しい幸せを選ぶか。新しい幸せ？どっちの道を選ぶかは誰にも決められへん。未来を決めるのは奈緒ちゃんやで。ただいま。お帰り。今帰ってきたんだ。何か食べた？マリーさんのお店で飲んできた。そうか。じゃあ着替えてくるよ。どうしたの？
江野さんとなら新しい人生が歩めるかと思った。でも江野さんの心には別の人がいた。